車を改造せずにいられない重症患者の皆さん、こんにちは。最近更新頻度が低すぎてお客様からも突っ込まれている改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは篠原くんです。お願いしますというわけで今回紹介する車はこちらなんですけれども、はい、篠原くん久しぶりですね。お久しぶりですちょっと時間が経ちましたけどもそんな篠原くんと紹介するこちら、また強烈なのが来ましたね。そうですね、992ターボ S カブ、はい、一番豪華なやつじゃないですか。そうですね、通常ラインナップの一番ハイグレードのポルシェの992になります。もう新車価格もえげつない金額の。そうですね、ですよね、はい、でしかもこの辺買う方って、まあ、オプションこう寂しいのってあんまりないじゃない。そうですね、それなりにオプションもつけるわけじゃない、うん、でもう装備も充実してる車をさらに今回カスタマイズ、はいというわけで、はい、なかなかないと思うんですよね。そうですね、あんまりないと思います。ですよね、はい、というわけでこんな車を今回ご紹介させていただきます、はい、でまず大枠を説明してもらってもよろしいでしょうか。はい、テックアートのエアのほぼほぼコンプリートで、仕上げさせていただいてます。というわけでテックアートのもう外装コンプリートにほぼ近い状態になってる、はい、そうですね、はい、でテックアートのバンパーだとフルバンパーで交換なんですよね。そうですね、もうフルバンパーで、交換はさせていただいております。あの最近あのチューナーでも、まあ、センサーとかいろいろ増えてる関係なのか、うんうん、あのリップだけとかっていうチューナーも多いですけど。あ、確かに。テックアートの場合はなんとこちらフルバンパーで交換されてると。はい、でしかも今回ボディカラーがこのホワイトじゃないですか。そうですね、なのでこれとグロスブラックが組み合わせてると。これ塗り分けが難しいと思うんですよね。そうですね、仕上げる時もお客様といろいろ打ち合わせして、アメリカとかヨーロッパとか結構つけてる車多いと思うんですよね。で僕もいろいろ調べていったらめちゃくちゃいろいろ出てくるんですよね。でお客様と相談してこの塗り分けで、仕上げさせていただきました。というわけでテックアートもパーツ点数が多いん で、ね、塗り分けがめちゃくちゃいろいろできる、はい、だから本当にバランスを間違えるとあれっていうなりかねない。もうおっしゃる通りです。ところを今回うまく組み合わせて、はい、立体感があるように塗り分けてると、はい、で細かく見ていくとこれ全部パーツが別ピースなんですよね。そうですね、もうパーツ点数でいうとすごい多いと思うんですけれども、この両脇のこのちょびって出てるところも別パーツだし、はい、あとこの下側は下側で別パーツだし、あとこの大きく囲ってるグリル、これも別パーツなんですよね。これも別パーツになります。というわけで今回はこの辺とかこの辺をグロスブラックに塗りつつ、ここにはボディ同色ですか。そうですね、ボディ同色でシンプルに仕上げさせていただいたような感じです。でしかもこのフィンも全部グロスで塗ってるんで高級感すごいですね。そうですね、光沢が出ててすごい高級感も出てると思います。非常に立体感のあるバンパーになってる。そしてもう一個気になったのはこのナンバー。ああ、そうですね、これもともとは専用のベースとかないんですもんね。そうですね、バンパーごと交換になるんでそもそもの日本仕様の設定がないので、ナンバーの台座は日本のもともとついてたやつを若干切って加工して、でテックアートのバンパーに合わせて取り付けしております。だから高さも絶妙な高さにちゃんとしてある。そうですね、よく問い合わせいただくナンバー1の加工はさせていただいております。純正バンパーだと位置結構高いんですよね。高いですね、日本のナンバーだと、はい、なのでそれをちゃんとこう下に来るように、そして直付けしないでちゃんと純正のベースを使って付けてると、はい、だから純正っぽい。そうですね、けどなんかオプションのエアロに見えるような絶妙な感じで仕上がってると。はい、そして横に早速回っていってもいいでしょうか。はい、今回装着したホイールがこちら。いいですか、私から。はい、まんま海外じゃないですかもうそうですね、あのアメリカにめちゃくちゃいそう。実際言うとボディの色違いは海外でこの仕様っていうのがあったんですよ。あ、そうなんだ。そうです、それを参考にしてアレンジしてると。そうです、お客様が問い合わせいただいた時に海外であったのが青色のボディでこの仕様に仕上げたお車があったんですよ。でこれと一緒にしたいということで同じ仕様でホイールもオーダーさせていただいてます。なるほど、ホイールの方を解説していただいてもいいでしょうか。はい、ホイールは HRE、 今結構人気のオーダーいただくようなホイールになるんですけれども、ホイールの種類は S104SC、
2ピースの、HRE のホイールになります。これ2ピースなんだ。これ2ピースですね、はい、なるほど。じゃあこうディスクとリムのタイプの2ピース。そうですね、はい。あの HRE だとインナーリムとアウターリムの2ピースってないんですもんね。そうですね、ないですね。というわけでスタンダードな2ピース。そして今回塗り分けが、そうですね、このフェイスはブラッシュドにしてて、側面はグロスブラックで仕上げております。スポークがめちゃくちゃ細く見える。そうですね、立体感もあってすごいいい感じに仕上がっていると思います。そしてその側面の黒がバンパーとかその辺で使ってる黒と合ってるんで、そうですね、ホイールとの一体感も、はい、あのポリッシュとかブラッシュドを使ってるのに、はい、他のボディとの一体感も非常にある仕上がりになってると。そうですね、この仕様にすることによって全体的にもバランスはすごい取れてると思います。これインチは、フロントは21インチ、純正1インチアップ、1インチアップですね。そしてターボ S センターロックですけども、はい、漏れなく作れると。そうですね、あの問題なく作ることは可能です。そして車高が今回結構ベタベタっすね。そうですね、ちょっと低いかなっていうところはあるんですけれども、カーベイの HS キットで、車高の方は下げさせていただいてます。純正ショックを流用して車高超過するキット。そうですね、なのでエラーとかも特に出ない状態で、取り付けの方は可能となっております。というわけでほぼ全下げぐらいじゃないのこれって。ほぼ全下げですね、はい。なんで非常に引き締まった足元になってる。そして当然ホイールはオーダーですから、はい、そのベタベタの車高にもあったつらつらの出面になってると。そうですね、これは相当かっこいいですね。かっこいいです。多分これ10人いたら10人かっこいいっていう仕上がりになってるんじゃないかなと。そうですね、これはもう本当に僕も自信作の一つになっております。そして今回キャリパーとかは、今回はノータッチです。まあ、テックアウトに限らずチューナーの外装コンプリートにするともう好きなくキャリパーとか触るケースが多いですけど、今回あえてなんですよね。そうですね、もう本当にここはノータッチでやっちゃうと、ちょっとここまでやっちゃうのかっていうところがちょっと出てくるかもしれない。やってんな感が。そうですね、はい。なんで通り過ぎましたけど、あのボンネットのエンブレムもポルシェのまんまなんですよね。そうですね、なので本当にあの絶妙なさじ加減で今回仕上がってると。はい。そしてあとは横は当然テックアウトのこのサイドスカートもついてて。そうですね、はい、これも絶妙な塗り分けですね。そうですね、全部同色にすることもできるんですけど、はい、これも3ピースだっけ。これも、3ピースですね。この下側と真ん中とこの上側の3つで構成されているサイドスカートなんで、この真ん中のところだけグロスブラックで仕上がってると、はいはい。このなんか立ち上がってるデザインも純正のあのスポーツデザインになんか共通するところ、うんうん、スポーツデザインってこう、はい、サイドフロントこう立ち上がったりするでしょ、うんうん、なんかちょっと近いものを感じる。はい、さすがテックアートのシルエットになってるんじゃないかなと。はい。そしてあとは、あとは、サイドミラーの台座のところ、もともと樹脂だったんですけれども、そこも、全体に合わせてグロスブラックでペイントさせていただいてます。なるほど。今回じゃあバンパー交換とかして、はい、ザラザラの部分がなくなってるんで、ミラーなんかもそれに合わせて塗ってあると。そうですね、もうほぼほぼ樹脂の部分は見えない状態で仕上げさせていただいてます。こういうとこ大事だよね。そうですね、細かいところですけど、やるやらないで結構イメージは変わってくるかなと思います。やっぱりこれトータルで車作るとなると、まあ、好きなく潰してあげるっていうのはかなり効いてくるかなと。そうですね。そしてあとはこの辺も、そこも、テックアートの、サイドダクトの、カーボンパーツを取り付けしております。ここもじゃあ形状が結構大きく変わってるんですよね。そうですね、結構あのテックアートのこのダクトがカバー状態なんですけれども、ちょっと横に広がってここが少し出て、ここも出っ張ってる形状、よりエアを取り込みやすくなってるような。そうです。この中は、この中の樹脂の部分は塗ってないです。あ、そうなんだ。はい、このカーボンの内側のこのパーツだけはグロスブラックで塗ってると。そうですね、なんでその辺のまとまりも非常に、はい。そして後ろに行くと992なんで、こちらも純正1インチアップの22インチ。はい、992だと前後異形ですもんね。そうですね、はい。というわけで22インチのこちらが装着されてると。でそんなにコンケーブしてる感じじゃないんですね。そうですね、 HRE だとサイズがちょっと固定されちゃってるんですよね。で、もう一つ上のサイズにすることも可能っちゃ可能なんですけれども、車検とかを含めて 12.5J で作らせていただいてます。なるほど。そうなんですよね、センターロックにするとどうしてもここの厚み強度を得るために割とこう厚く取らないといけないので、コンケーブが少し緩やかになると。ただ逆に今回のまとまり方だとこの緩めのコンケーブがすごい自然な感じがして、あ、わざとらしくない。そうですね、この辺もすごいまとまりよく見えるポイントなのかなと。そうです。
こんな感じ、はい、そして後ろに回っていくと、はい、後ろがもう全部テックアウトでコンプリートになってますけど、はい、すごい自然にまとまってるんですけど大工事なんですよね、はい、そうですね、これは大工事になります、はい、じゃあまず上から見ていきましょうか、はい、問題の、はい、ここは、テックアウトのリアスポイラーを取り付けさせていただきます。これがついてるんですね。そうですね、はい、でカーボンのタイプ、はい、そして当然ドライカーボンなんで強度もしっかりありますし、はい、ポルシェの性能をスポイルすることないちゃんと性能に準じたものがついてると。そうですね。ただもともとこちらの車スポーツデザインパッケージなんですよね。でスポーツデザインパッケージだとこの台座の部分が、はい、こんな湾曲したようなこういうやつですよね。そうですそうです、はい、なのでそれだったら本来このスポイラーが形状的に合わないので取り付けができないんですよ。でそれでもちょっとお客様取り付けたいということでいろいろ調べて取り付けできるって判断してオーダーして、こちらは純正パーツの、スポーツデザインパッケージではないなし車用の。そうです。ここをごっそり全部移植してつけてると、はい、そうですね。それもすごいんですけどそもそもスポーツデザインがついてたんです。ついてましたついてたけど今回も全部交換なんで外されてるじゃないですか。そうです。もったいなすぎます。はい。ただ、まあ、それをやることによってこのスタイリングが仕上がっていると。 そして簡単にここなし車用に交換しましたって先ほど言いましたけれどもこの交換がめちゃくちゃ大変、はい、ごっそり交換なんですよね。ほぼごっそり交換ですね。で費用も驚きの150後半この台座だけでこの台座だけね。これ別料金。別料金です。それはなかなかできないね。そうですね、できないけど、はい、もうどうしてもこのウィンガーつけたいと。そうです。というわけで純正パーツで全部取り寄せて、はい、当然これ塗ってない状態で届くんだもんね。そうですね、ペイントなしの状態で届くので、ボディ同色で、仕上げさせていただいてますこれはなかなかできないと思う。もうお客様もこれがつけたいがために金額をもう恐れずもうすぐに即答でオーダーいただきました。やるかやらないかみたいな。そうです。もうその金額あったらもう他にもいろいろできそうですけど、はい、そうじゃないんですよね。そうですね。もう理想のスタイリングにするためにはもう妥協しないと。もうお客様のリアのイメージはもうこれで仕上がってたと思います。なるほど、はい、というわけでもう全然そんな大変さもみじんも感じないスマートな仕上がりになっているこちらのウィング、はい、そしてあとはこの辺もあえてテックアウトにはしてないんですね。そうですね、最初も通り過ぎちゃいましたけどフロントのボンネットもポルシェの純正のクレストのまんますもんね。はい、テックアウトの設定はあるんですけど一応もうポルシェのまま仕上げております。だからあくまで今回は本当にポルシェプラスアルファ。そうです。もう全部テックアウトに変えちゃうんじゃなくって本当にポルシェのいいところをそのまま残したまんま、はい、テックアウトでプラスしてるっていう。そうです。こんな感じになってます。そしてあとリアはこれフル版じゃないんですよね。そうですね、リアは、ディフューザーの設定となっております。この部分がテックアート、はい、でここもフロント同様に塗り分けがもう無限にできるんじゃないかっていうぐらい。そうですね、いろいろできると。ここも本当に迷いどころのポイントになっております。なのでこの辺もお客様と入念に打ち合わせをして、はい、今回この塗り分けになってると。これも絶妙っすね。そうですね、まあ、基本的には前に習って、はい、ボディ同色とグロスブラックをこう合わせた感じになってると、はい、そしてリアはこのフィンの塗り分けもできるんですもんね。そうですね、ボディ同色にするっていうのもまああったんですけれどもやっぱりまあ形状的にフィンのイメージをつけたいので、グロスブラックで仕上げさせていただいてます。で特に海外でもテックアウト非常に人気なんで海外なんかだとこのフィンのこの真ん中のこのくぼみに色を入れたりとかっていうケースもあるんで、はい、本当にそういうことまでやろうとするともう本当にいろんなことができる。そうですね、あくまで一つの例ですよね、はい、だ本当にいろんなお客様ね、はい、いろんなボディカラーに合わせて車が作れると。あと今回はこれマフラーは？マフラー本体はノーマルで、あ、そうなんだ。今回は変えずに、はい、やっております。じゃあこの出口だけテックアウトのこのカーボンのタイプになってると。そうですね、でしっかりこのロゴも出て、はい、で出面もちょうどいいんだよね、チューナーものって。そうですね、出すぎず引っ込みすぎずちょうどマークが見えるいい位置で。本当にこの辺ってドイツチューナーって加減がめちゃくちゃうまいなっていう風に。確かにそうですね、まあ、マンソリーみたいな過激なのもありますけど、まあ、ブラワスとかテックアウトとかその辺の老舗チューナーのやっぱりこの辺のさじ加減はやっぱり大人でも乗れる、うん、絶妙なスマートなスタイリングに仕上げるにはもってこいなんじゃないかなと。確かにそうですね、こんな感じのエクステリアになっております。続いて内装、今回内装触ってないってことなんですけれども、はい、オーナー様
当然新車オーダーでこだわって組み立ててますから、はい、内装これかっこいいですね。そうですね、クレヨンベースでツートンに仕上げてある、はい、そしてバイザーとかもレザーなんですね。質感もいいそしてメーターもホワイトだ、この辺だから新車オーダーでいろいろ想像して、はい、カスタマイズまで仕上げると、はい、本当にすごいのができるなっていう、そうですね、いい例なんじゃないかなと、はいはい、で内装やろうと思えば触れるんですもんね。そうですね、触れます。まあ、テックアートがいろいろ出てますし、そうですね、あと小物なんかもありますんで、はい、まあ、気になる方はぜひ篠原君にご相談いただくといいんじゃないかなと。お待ちしております。こんな感じの内装になっております。はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、今回途中でワードが出てましたけど、はい、海外のいろんなこう作ったカスタマイズの例を参考にしたりとか、はい、それをアレンジするってめちゃくちゃいいなと思った。でやっぱりなかなかこうゼロから組み立てるのって大変だけど、うん、もう海外で結構こう人気のやつとかってもうちょっと俺だったらこうしようとか、うんうん、ホイールはこれでいこうとかいろいろできるじゃないですか。そうですね。で引き出しは知らなくまだまだあるんですよね。あります。ちょっと間がありましたけど、はい、でテックアートに限らずいろんなものをご提案できると思いますので、はい、ぜひご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。